はい、うん、ということで、うん、前回聞いてきましたけれども、うん、奥さんのところの実家が海ぶどうをやるということで、うん、そこに入って、うん、3年間作ってもなかなか作れないっていろいろあって、うん、できたってね、うん、一気に売り上げも上がって、うん、じゃあそこからどうなっていったかっていう、そっからが結構こうやっぱり家族経営なので、うん、経営的な方針とかで僕はすごく拡大路線はいはいはい、せっかくうまくいったんだからうまくいってる、うん、自分たちの要はキャパシティだけしか海ぶどう作れない、それが売り上げのトップの上限になっちゃうので、はいはい、他に海ぶどうの養殖場をじゃあやってないような施設があればそこに拡張して買い取ったり、そういうふうに思ったんですけど、前のご両親とか、うんうんうん、奥さんはやっぱり今の土台をしっかり固めてから次行こう、あ、どん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 行くのはちょっとリスク多いんじゃないかとっていうので、やっぱり意見の相違というか合わなくなったり、で僕は当時めちゃくちゃほうれん草と広告連絡相談が苦手だったので、うん、自分が思ったようにやりたいっていう人間だったので、うん、まあ、その意見の食い違いがすごい広がってって試合も何も勝手にやっちゃってみたいな確かに、しかも物理的な距離あるからこっちは現場で頑張ってんだっていうのと、おいおい勝手に何やってんだみたいな、そのちなみに奥さんは、はい、一緒に住んでて、そうですね、実はあの自分たちでハンドメイドハウスを作ってたんです。ハンドメイドハウス、沖縄で、沖縄で300坪のうちを手作りで作る。マジで面白い。え、どうやって作るの？もう普通に柱をユンボとかで立てて、うん、骨組みしてって。へぇー、それ用途するわ、自分で、それは業者さんにお願いして、でも自分でも運転できる、最終的にはなんとなんですけど、レベル見ながら、目の前海なんですけど、今でも結構人を宿泊とかできる施設にはなって、すごい。 QLDK ぐらいの手作りで作ってます、もう子供の知識があってできた。周りの義理のお父さんが椅子を作れるから家も同じ要領で作れるっていう発想で、シンプルな人だったんで、そのノリで、あ、家具を作るノリで家も作っちゃった、家も作ったって感じで、そこに住んでました僕らは。はぁ、それできるもんなんてどれぐらいだったの？3年ぐらい、僕らがジョインする前も義理の前のお兄ちゃんとか、うん、お父さんとかちょくちょく作ってた施設があったので、まあ、僕らが沖縄行ってから1年ぐらい完成して、昼間はウェブどうやって、夜は家作って、終わったら時間は家作ってみたいな。完成してからはそこで結構音楽のイベントやったりとか、僕は農業の可能性を信じてたんで、うん、結構園芸療法っていってこう予防医学みたいな感じで、農業で難病が治るとか、障害持ってる人でもなんか精神的にやらげるみたいなことも、うん、そういう農業を起点としたいろんなビジネスを実はやって、はいはいはい、それも反対に実はされていて、あ、そうなんだ、いろんなことするなみたいな。あ、ね、え、それお父さんは反対してても奥さんは自分側だったの？奥さんも最初はこっち側だったんですけど、うん、なんか仲悪くなってきたらどんどん向こうにつくよ、お父さんの言うことがみたいな。そういう感じ。じゃあその辺もギクシャクしてきて、やめさせられるというか、まあ、やめること、退任するってことか。そういうことね、オーナーの方だもんね。そうなんです、うん、で仕事ともうプライベートが一緒だったんで、はいはい、このまま生活できないよねってことで、仕事もそうだしプライベートもお別れする。あ、それがほぼ同時。ほぼ同時です、ね、へえ。何歳の時だから、それちょうど30歳なんです。30歳の時に、30歳で無職になって、うん、貯金もほぼゼロになって、うん、家もなくなり、家もなくなり、で嫁さんとお子さんは何になったの？子供一人で、うん、で前の奥さんの方に、だからそのまま移動した。でも本当に一人身になったっていう、一人身になって、もう沖縄にもしょうがない、東京に戻ってきて、まあ、とりあえずお金がないので、うん、実家に戻るみたいな、ちょっとやばいですよ、30歳で無職で貯金もなく実家に戻るっていう。いや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 、なかなか。で、そっからどう？そう、もう気になることがいっぱいあるんで。そっから、そうですね。てか、海ぶどう今食べられるの？海ぶどうは今でも好きで。今でもそれは好き。ああ、そのトラウマ、日本に二度と食わないとかってことはない。そうですよ、沖縄で気になってますけどね。はいはいはい、確かに、ね、確かに。海ぶどうも食べれます。そうですね。それから、まあ本当はその時に自分の中で人生の最大の挫折だったんで、そっから学んで、次に行けばめちゃくちゃ成長の糧になってくるんですけど、あまりにも挫折というかショック大きすぎたんで、うん、まあ、一回無視して仕事のハードワークに逃げたって感じで、うん、あ、反省とか自分のことを振り返るのをもうやめたっていう、やめて、うん、スタートアップっていうか立ち上がったばっかしの会社で、うん、お金もなかったんですけど、もし自分が投資家だったら、うん、出資して上場するようなベンチャー企業を見つけて
て、うん、そこに自分の体を投資して上場させてやろうと思ってで、それで一攫千金を狙おう。当時はトレタっていう会社がちょうど立ち上がってて、うん、飲食店向けの予約代行サービスで、うん、今でも結構あれだよね、今でも大きいっていうか、もういろんなお店さんで使ってるよね、使ってます、うん、でそこがまだサービスとかも出してないよって、うん、そこに社員として4人目に入るって感じで、うん、飛び込みで行って、うん、3人しかまだいないところの会社、立ち上がったばっかの会社に、うん、で飛び込みで行って、僕もやりたいですって、やりたいです、社長を捕まえて、うん、ちょっと稼いこうって話して、うん、面白いわけで会話面白いわけでね、確かにね、面倒すぎて確かに確かに、やっぱ、まあ、ブランドがどうこうとか言ってるしね、で、そこで何年ぐらい、そこで丸5年ですね、おうん、辞める頃は社員150人、あ、結構大きくなって、サービスも0店舗から1万店舗くらい、すごい、うん、え、ちなみになんで辞めることに、辞めようと思ったのは、うん、そもそも自分がインサイドセールスチームっていう部署を立ち上げて、そこで10人ぐらいのメンバーがいたんですけど、うんうんうん、自分のまあ悪いところとか、うん、自分をこう勝たせることしか考えてないとか、うん、あとは人にめちゃくちゃ期待するというか、もっとやってこいよとか、そういう人への期待とか環境への期待がめちゃくちゃ強かった人間なんで、チームマネジメントが全然うまくいかなくて、チーム成績が振るわなかったんです。ああ、そうなんですか。そういう中でなかなか居づらい状況が、会社の中で、会社の中で、でなんかもしかしたら降格するかもみたいな感じで、なんかちょっと分かるんですね、肌感覚で。そうすると、まあ、ここにいて降格して給料下がるよりは別のところに転職をして、うん、要は自分が今まで培ったノウハウとか欲しい会社絶対あるから高く売れるなんていうのが分かってたんで、それで転職しようと思ってやっちゃった。あ、そっかそっか、4番手であって会社大きくなってったけど、ちょっとマネジメントうまくいかなくてみたいな、いろいろあったわけですね。そうですね。 ちなみにそのトレタさんって上場はした？上場はしてないです。あ、上場までは行ってないんだ。行ってないです。業績は伸びてってるけども、はい、上場までは行ってない。してないです、うん、ちなみに、はい、トレタさんの時に、はい、うちのお客さんといううちの取引先通じて、はい、要はクライアントさん側だったじゃん。あ、その時に俺たちから見たら、仕事を発注した側の、そう、俺たちから見たら、そう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 、あっちの取引先の、あの責任者だ。あ、うん、その時にもベンチャーサポートも認識してた。してないですね、外側に。あ、そうかそうか、そうか、もうクライアントさんの顔しか見えない、うん、裏側は分からない、うん、俺らは多分分からない。あ、でもそこで実働代でバリバリしたの俺たちだった。なるほど、うん、面白いもんですね。そうなんですよ。実はでもそこのクライアントさんの時の説明会で、現場のスタッフさんに直接説明したいからってことで、うん、今そのグループの社長やってる面々が当時現場の人たちに僕は説明をしてるんです、うん、あ、なるほど、こういう風にやってくれ、こういう風にやってくれみたいなっていうので、今うちでもオーナーやってる人たちがまだ現場やってたからはいはい、次面白い。あの油だってやつうるせえな。そんなこと言わないけど。でも結構煙たがれてたっていうのは聞いたけど、そんなことない。そうですね。僕はあの、うん、数字をすごい見る人で、うん、1日でも目標したアポの件数下回ったらめちゃくちゃ電話をして、うん、どうなってんだ、どうなってんだ。なるほど。それが続くと担当者帰ろうみたいな。ひどいですね。社内でのさ、今から聞いたらあれだけどさ、これ鳥田さんの社内の立場もあるし、進めてもらわなきゃいけないっていう状況だったし、うん、それをこうバンバンバンプッシュしていく、うん、いやでも話してて分かるのが、エネルギー値高いんですよ、うん、エネルギー値高い。だからそれをそのままぶつけてたんでしょうね、いろんなところに、いろんなところにもぶつけまくって新距離からもうずっと周りの人がガーって食らっててみたいな。そこで5年やったってことはもう35歳。そうですね。で、次は、次はVR の会社に転職した。 VR、 まあ、未だに VR ってどこの市場が一番伸びるかって見定めてる段階の、うん、まあ、領域だと思うんですけど、かなり早い。だって今よりもまだ何年前、4、5年前、まだ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 、今よりも明記の時に注目して。そうですね。 VR で当時こう教育で使えるんじゃないかっていうことで、バーチャルリアリティかける教育の分野でそれを広める活動として、まあ、ジョインして。なるほど。そこは何年くらい？ここはもう半年くらい。あ、やめちゃった。そうなんだ。何がダメなんだ。
こは、まあ、いわゆる年収でいうと1000万円もらってて、最終的には執行役員の立場で、そうなんだ、これとちゃんと結果出したんだね。結果出してやっぱちゃんと自分を高くってさ、でもあったんですけど、やっぱりこう会社を変えた時に違和感というか感じたのが、やっぱり A 社から B 社に移ろうが、 B 社から C 社に移ろうが、他人のふんどしで商売やってるみたいな感じなので、自分のビジネスではないから他人の養分になってるなって感じがして、やっぱりさら地にこう種を植えて芽を出して幹にしてリンゴの果実があって、いくらその仕組みを自分が作ろうが、もう本当にもうなんか寝ないでそういう風な仕組みを作ったとしても、自分に会社を辞めれば還元されるものもないし、やっぱり時間の、まあ、対価しかもらえないことに気づいた時に、やっぱり1000万もらった時によって税金に追われちゃって取られてしまうので、ここに入って初めてなんか体感と600万円ぐらいと変わらないし、はいはいはい、子供もやっぱり当時お腹の中に含めて3人いたんで、どこからできたとですか、確かに次の奥さんがどこからできたのかって違う嫁の話だったから、そう、もう2回目です、途中でどこあったそうですね、そちなみにいつどこで取れたの時代に、時代に2回目の結婚をして、うん、子供が生まれてて、うん、でこの VR みたいにお腹に4ヶ月目の、じゃあ、はい、若田さんからすると、はい、3人目のお子さんになるわけか、そうがいて、で1人育てるのに3000万とか言うじゃないですか、一生大人になるまでね、3人ってもう1億円近いお金を、じゃあサラリーマンで、ある程度収入がいいって言われてても、稼ぐの無理だなって思ったんですよ、そこで、はい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 、こんなにハードワークをして、プレッシャーもすごい中で働いて、これぐらいしかもらえないときは、どんなに小さい船でもいいから自分で漕ぎ出さないと、自分でビジネスにやらないと、やっぱり年齢も年齢だし、後がないなって思ってやったんですね。なるほど。じゃあいろいろあって、で 30? そうですね、当時は6とか。6で、子供もいてってなると、もういよいよなんか結果出さなきゃなっていう。そうですね。で自分でビジネスやろうと思って、海ぶどうと同じノリでできるのがキノコだったんで、キノコの養殖をやろうと思ったんですよ、やっぱりお米って1年に1回じゃないですか、海ぶどうって年間に10回ぐらい作れる、キノコも1ヶ月に1回ぐらいやられるので、たくさん経験ができると素人でもプロでもプロに勝てる回数をやれば、っていうのが自分の中で方程式としてあったんで、キノコはみんな食べるし、コーヒーもいけるし、マーケティング的にも体にいいってなったら、キノコだったらそれなりに儲かると思って、でいきなりゼロから作るんではなくて、養殖場も持ってて後継者探してるところを探そうと思って、もう後に譲りたいんだよねっていう人を見つける旅に出て、偶然すぐ見つけて、ただすぐには辞めない、あ、その人がね、その人数年してから辞める予定だよって話だったで、じゃあ僕はもう正社員もやりたくないんで、じゃあアルバイトでもう子供もいるし、奥さんもいるから、生活費稼がなきゃいけないそうだ、ね、と思って、あ、それでそれで来たの、それで来たんです。あ、へー、キノコは僕も今日決まってて、はい、受け継ぐ前の何年かの生活費をバイトみたいな感じで稼ぐために、たまたま来たってことなんだ。たまたま、へー、面白いですね。ここで出てきました。そう、まあ、あ、そんなだったんだ。うん、で最初じゃあバイト感覚でつなぎでじゃあ応募行って、なんでやろうか、ちょっと応募しりでやろうかみたいな。でもやっぱり入ってからの、まあ、結構こう朝のミーティングっていうか、経営者になれたら勉強会とかあると思うんですけど、そういうところの考え方だったりとか、まあ、当時オーナーの吉高の考え方だったりとか。いろんな人と接して、学べば学ぶほど、ここでやらない理由がないと思って頑張って。なるほど。まあなんか過去の経験とかとつながるものがあったみたいな。つながるものもあったし、自分が今まで苦手だったそういう人材育成もそうだし、あと一人で会社をやるってなかなか今の時代、何かあったらすぐに欲しがる。そうだよね。そこでコミュニティっていうかグループでやれる強みっていうのも、情報弱者になるんで一人でやってると。そういうところがもう合わせ技で1本で、もうメリットが1個2つじゃなくてもう5個も10個もあったんで、じゃあここでやった方が絶対いいなってやり始めたって感じですよ。
ちょっと嬉しくないだって、こんな確かに、これだけの経験がある人が経験があって、いろいろ自分でも勝手にやりたくて、あんま仕事変えるときに一時上位に行ってみたらちょっと考えて確かに確かに、スタートがあるって言ってみたいな、でしょ、家庭も子供もいてっていう人が、はい、で、血の子も決まってた人が、はい、困る理由しかないっていうかね、やらない理由がないみたいな、はい、みんな言ってもらえ、まだ100回ぐらいで欲しいの、これ確かに、他の専門家が認めたみたいなね、しかももともと取引先側で行ったら取れるみたいなね、はいはい、いいじゃない、今日これで終わっちゃう確かに。いやでも、こっからね、多分また、じゃあ、いざそう思って入ってからもあった上で、どう変わって、今に至るのかと。そう、油の中でいろいろ問題起こすんだよ。多分、起こそう、起こそうな匂いが、ブンブンってやつで。どうせうまくいかないといいんだよ、最初は。そうでしょうね。いろいろあるんだ、これからも。はじゃあ、その辺のね、一番多分見てる人たちが一番気になるね、そこの部分っていうのをね、次回、聞いていきたいと思いますので、楽しみにしておいてください。